こんにちは。こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物、リハルです。リハルです。こんにちは。そして今日は特別ゲストの、こっちか。清美さんです。来ていただきます。はい。本日はありがとうございます。こちらこそ、お呼ばれ喜んで。ですよ。超大物ゲストでございます。でも普段着物をやってる者たちからしたらもう、うん、なんていうの、うまく言葉が出てこないね。雲の上みたいな。雲の上のポーズ。もう今普段着物やってる人はほとんど全ての情報を清美さんから得てるっていう方が多いんじゃないだろうかっていう、うん、多分多いと思いますね、うん、そうかな。それだとすごい光栄ですね、本当に。現にそうな人間が私なんです。そうそう、この人が現にそれ。いやでも本当に出会ったきっかけもそれっていう。そう、嬉しい、あの、あれですよ。は、こう、広がりだなと思う。本当に。そうですね。清美さんが、の力ですね、うん、本当に、ね。普段着物を広めたいっていうのが。そう、すごいです。まあ、だから、着物着て生活できるよ、してるでしょっていう証拠の部位を流してるっていう動画です。本当に何にも勝る説得力ですよね。そうですね。着方がどうとか、うん、なんか帯の形がとかっていう、以上に、そういうの以上に、そこがやっぱり必要なことでだなっていうのを思いますね。普段着物をやるとしたら。まあ、毎日着てるとそんなに帯の形、うん、あのコロコロ変えるのも面倒だしね、うん、そうですよね。そう、清美さんといえば Y の字っていうトレーズマーク、Y の字結び、そう、そう、Y の字結び、そう、本当に理にかなってるなっていうのは思う、ね、そう、すっごい理にかなってる。そう、私はもう替えの口が好きで、着物着るなら替えの口派なんですけど、うん、あれって結構、あの、タレがめちゃめちゃ長いくなるんですか？そうそうそう。なんか、帯、まあ、切ればいいっちゃ切ればいいけど、切りたくないから、そのまま結ぶってなると、うん、こう長いのどうするみたいな、なっちゃう。すごい、その、背中が熱くなっちゃって、固まってるところが背中に来るから。うん、そうなんですね。あと、着てる時の長い部分の処理も結構めんどくさいなっていうのが。これがこの長さだったら3等分して2等分かなとかも考えるのが嫌になっちゃうの。そう、そこで Y の字結びだとこの、うん、見えるかな、この部分のなんかだいぶ適当に調整すればそれになるっていうのがなんか本当画期的だなと思った。替えの口系好きな人はもう Y の字普段着超おすすめみたいな感じ。私も替えの口からスタートやから多分そうなんだろうなって思うけど、そう、本当になんかなんだろう、あの、帯揚げもしたくないし、うん、で、かといってずれるのも嫌だし、前掛けエプロンしなきゃいけないし、うん、背中熱くなるしとかいろいろあってこんなになっちゃって、最初だから八千代結びとか、うんうん、吉屋結びやらなんやらっていう、うん、あのやつもやったんだけどずるっと抜け落ちちゃったんだよね、作業中に。ああ、下からこう、そう、こうやって上げてね、終わるじゃない、それがスポーンって抜けて、そうですね、その証券の帯だったりするとやっぱ、うん、滑りが、そう、滑りがひどくって、それで、あ、これ使えないと思って、うん、もう帯にくぐらしちゃえと思って。そっか、そう、超合理的な結び方だったわけですね。そう、本当に合理的にやってて思う。最悪この差し込みが抜けても、うん、巻いてあるところでホールドされるから、うん、被害は最小限みたいな。そう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 、ほどけるっていうとこまでいかない、ね、そうそう、本当にすごい、そんなね、普段着物のパイオニア、そう、普段着物のトントンの清美さん、で、知らない方は多分いないと思うんですけど、そうそう、概要欄にリンクをちょっと貼らさせていただきます。はい、そうですね、きます。ほらに。絶対知らない人いないと思う。いないで、むしろ清美さんのところから来てる、そう、くらいで。いやいやいや。でもやっぱね、あの、やっぱ若い子たちは、あの、リハルちゃんとナルちゃんの方から見てる人もやっぱいると思うよ、いっぱい。うん。いや、言うほど私若くないんですよ。そんなことないでしょ、ね、年齢的には別にあれでしょ。言うほど若くない、汗かいてきた。緊張、緊張、緊張、緊張汗。
私より全然10以上若い。私最初清美さん拝見した時に思ったのが、うん、清美さんすっごく童顔でいらっしゃるから同じぐらいかなと思ってたんですよ。あでも息子さんの年聞いたらありえないってなって10代前半で産むみたいなびっくりの。そう、なんか息子さんのご年齢を聞いた時に、あ、清美さんはちょっと上の方なんだってびっくりしたんですよ。あ、なんか若い時すごい老け顔だったんだけど、なんか27ぐらいから逆転して追い越してた。追い越してたら、そう、逆転になって今度なんか若く見られるようになんかなっちゃったのね。私もいつかそうなるのかな。なるかもしれないよ。なんかほら、あの10代の時老け顔だと年取ったら若く見られるよみたいな、その典型的な感じで。あ、ずっと童顔でいらっしゃるのかと思ってました。いや、全然全然。だって10代の頃とかはもう、あの、18、19の頃は20歳にしか見られなかった。へぇー。お酒買ってない、ね、そう、だからいつもなんか友達にお酒買ってきてって言われる。実用性が。そうそうそう、歩道で捕まったことがないみたいな。私は大丈夫ですみたいな。そう。でもすごい似た顔の息子が同じ経緯をたどってるから、多分その系なんだろうね。ああ、そうなんだ。そうそうそう。息子も17で、あのバイトしてるときに、サイゼリヤでバイトしてるときに、あの園児の男の子に、おじちゃんって言われて、めっちゃショックで。悲しい、それは悲しい。お兄ちゃん、お兄ちゃん。道の10代だよって言って怒る。そこはお兄ちゃんにしてあげてほしいな。だから多分20後半で逆転するよっていう。そうですね。慰めのこと。そう、慰め。おじさんに見られたくない時には若く見られるようになる。そう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 。そっかそっか、うん。そうだね。うん。そう。だから自分はあんまり童顔とも思ってなかったし、若く見られるとも思わずに来て、うん、なんか動画を出した時に、最初の頃に、若いから似合うんでしょとか、ウールのリサイクルの着物とか着てても、若いから着れるんでしょみたいな、うん、あの、キョミさんみたいに若いから、あの、着物、普段着に着れるんですよ、みたいなことを結構、自分と同じぐらいの年の方から書かれたことがあって、で私、40だよって、40過ぎてるよ。不条理。不条理。そうそうそう。清美さんは若いからって、そう、50ぐらいの方に書き込まれて、いや、私と4歳しか違わんや、みたいな。全然変わらんっていう。全然変わらんっていうのがあったりとかして、で最初そこで逆になんかこう、私が動画出した時は、そういう動画がなかったので。あ、そうですね。うん、なので結構、その反感も多かった。けど、反感とか、あと、こう、やっかみみたいな部分とかね。あ、うん。だから、湧いて出てくるんですよね、そういうの。そう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 。着物着れるってことは、裕福に、あの、不自由なく暮らしてるんでしょみたいな感じで、思われがちなので、まあ、それは別に思わっていただいても全然いいんやけど、うん。で、あの、自分は、あの、まあ、息子の話とかになると、やっぱ、あれ、何歳なのみたいなことになって、ああ。だから逆に、なんだ、年近かったんじゃん、みたいな。うん。あ、全然いいんじゃん、みたいな。内情がバレてくると、また。そう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 。でも、そのなんか、雪解けみたいな感じが、逆に楽しかったりもあった。視聴者さん見てくださってる方とのちょっと勘違いが解けて、やっぱ毎日流してるので、そのまんまやから、うん、うん、なんかそういうのが解けてきて、なんか逆にみんなが、あ、じゃあ、着れるね、みたいになって、私が着れるってことは着れるねっていう風になってくれたのが私は嬉しかったかな、みたいな。なるほど。あなたは特別なのよ、みたいな風に、勘違いされてたのが、
あ、清美さんが着れるんだから自分も着れるよねみたいなのとか、うんうんうん、清美さんでこれぐらいなら私だったらあれぐらいになってじゃあちょうどいいかなとか、そういう風に見てもらえたらちょうどいい、うん、すごい嬉しかったなっていうのがあって、うん、そうなんだ。この1年半ぐらいでめちゃくちゃ着物のチャンネルって増えてる。増えたね。本当に私たちが着始めた頃って普段着着物って言ったら清美さんのところしかなかったので、ね、清美さんがこう初めてあげられたの何年前とかって動画に出るじゃないですか。あれを見ると多分すごい最初大変だったんだろうなって。うん。なんとなくふわーっと。ふわーっと。すっごい大変だったんだろうなーって。鬼のようなコメント数みたいな。こんなにコメントついてるよみたいなのとか、ね、全部返してるからすごいコメント数すごいなと思って、うん、しかも結構そのね黎明期って厳しい目の方が厳しいっていうか、うん、なんかイチャモンつけたいだけというか、うん、そういう目の方が多いなっていうのは、うん、YouTube の海を見てて思ったんですよね、うん、清美さんのところじゃなくても普通の着付けの教える動画とかでも、うんうん、なんかいろいろついてるんですよねコメントが、うん、それ見てあ YouTube 怖えなとか思って、うん、怖い部分はある確かに残るしね。そうなんですね、 ね、うん、私でもすごいびっくりしたのはたすき掛けの結び目の位置ですよね。結び目の位置を指摘されたのがびっくりした、うん、あれ最初私何に言ってるか分からなくて、うん、引き手で変わるとか要は反転してる可能性ってある、うん、そんなこと全然気にせず見てたんですよ、うん、でもその後清美さんが何かの動画でそれ触れてらっしゃって、うん、そんなこと気づかれる方いるんだと思って、そうなんかなんだろうあの弓かなんかされてる方が、うんうん、あの邪魔になるからこっちじゃないとダメって教えられたっていうのでそれで反対だっていう風に書かれて、うん、私は結び目は利き手でやりたい方にすればいいし、家事するやつだから、うん、どっちでもいい。しないから別にしないから動いてたら動いていくし、こっちに行ったりするし。気づいたらほどこうするときに、なんか、あれあれあれ、どこ行ったどこ行ったそうそう、後ろに行ってるみたいなのとかあるじゃん。だから別に、どっちでもいいんじゃないかなと思っとったんやけど、うん、なんでこの人こんな風に書くんかなと思っとって、そしたらなんか他の方がそのコメントに対してフォロー入れてて、うんうん、なんかそういう、あの、なんかこう、決まり事はいろいろやっぱりあるみたいで、うん、だけど、その、あの、この動画に関しては、その、決して弓を言うための、うん、ね、結び方でもなければ、単純に、あの、台所立つとき邪魔なときにたもとをね、たすき掛けしましょうってときのやつだから、なんかそれは当てはまらない。そう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 。だからそういうのはね、結構最初の頃は、っていうのあった。そんなこと気にするのっていうのは多かった。多分その頃に比べたら、今だいぶ寛容になってきた流れはある。うんとは思うんですけど、うん、でもやっぱりそうもいかない時はそうもいかないところっていうのは残ってるんですよね。うん、そうだね。普段着がちょっとこうなくなって、うん、しきたりごととかそういうものが残ってて、うん、そっちの知識しかないから、うん、日常生活にそのしきたりごとのルールを入れると不自由になってしまうこととかは、ちょっとあったりするのかなって思いますね。多分、今の時期で一番論争の種になるのが、衣替え問題だと思うんですよ。今日って僕の2日じゃないですか。あの、暦的には一重の時期なんですよね。うん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 。でも正直無理じゃないですか。今日ね、千葉32度あるんです。そうだな。多分、石川も同じぐらいだと思う、今日。そうですよね、きっとね。暑いから、うん。一重とか無理じゃないっていう気持ち。あ、34度だって。え、こっちより暑い。暑い。やっぱ、あの、台風の前だね。ああ、そうですね。それがあるんだろうねって。
ていうか今紬は着たいと気分ではない。ちょっと勘弁してくれるね。ちょっと無理ですね。普通の木綿着物もちょっとまだ暑いかなと思うし、うん、今日着てらっしゃいますもんね、うんうん、これは綿朝やね、うんまあ、言うて一重やからいいんじゃない？一重やし。これは一重です。確かに。透けるけど一重だしいいかな。そう。これ一重ですよって。本当にそのポジティブなところが本当すごいですよね。ポジティブ。でもこれぐらいポジティブじゃないと、うん、あの特に黎明期のインターネットの海は荒波すぎると思う。まあでもなんかインターネットでバッて言われたことよりも、その、それこそあの20代の後半に着物着始めた時に、あの、心ない呉服屋さんの店長とかに茶化されて言われたことの方がよっぽど腹が立ったし、あ、うん、言えなくて言葉詰まって悔しい思いとかをしたりとかしてたから、うん、うん、なんか全然まだいいかな、みたいな。期待事前に。そうそう。そうそう、私は、もう本当に、そう、そう、なんか呉服屋からいろいろ言われるっていうことが多分今あるのかな、経験してないから分かんないっていうのはあるかもしれない。多分その世代の人も引退してると思う。ああ、うん、そうですね、あんまり年配の方もいらっしゃらないし、ね、確かにね、店員さんも結構若い方がいたりとかするし、ね、うん、多分現役でやってたらもう80とかの人たちだと思う。ああ、じゃあ引退してるね、きっと。代替わりしてたりとか、うん、うん、バブルでブイブイ言わせてた方です。 あの時代は特殊だよね。それ怖いね。そう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 、あ、まあ、それを時代も知ってるからこそ余計腹立ったけどね。あ、なるほど。だから若い頃はどっちかっていうと上の年齢の方に対しては腹を立ててたかな、私は。なんかそういう清掃のものしか残してくれなかったっていうのとか、うん、そのなんていうのかな、そういうのにすごく付加価値をつけすぎて、うん、あの着物離れが進んだっていうのが、うん、もう全部その人たちのせいだって思っちゃって腹が立っちゃって、うん、で普段着で着物着たいっていう時に、なんでこんな肩身狭い思いしなきゃいけないんだろうっていう、うん、そういうのですごく腹が立ってた時期があったなって思う。うん、うん、今はそんな風には思わないけどね、うん、やっぱり時代背景考えると、まあ、最終的になんかギリギリ残せれたのがそこだったんだし、逆にね、うん、で逆にそのすごく堅苦しいけど、清掃のそういう順番とか掟とか決まりとか、うん、そういうのがしっかりあるから、あの、ある程度の日本のなんていうのかな、服装のマナーっていうのがしっかりあって、海外と違うものが存在してて、でそこがあるのが誇れるっていうようにしていくためには、普段着物着る人もいなきゃやっぱりそこは輝かなくなってくるから、もう最低限のものだけを残して、なんていうのかな、一生懸命西洋に追いつけ追い越せしてた方たちがいたおかげで、今うちら日本っていいよねって堂々と言える世代になってるから、その世代が下の世代に日本の文化をちゃんと伝えればいいんじゃないかなって思うけどね。なるほど。うん、そしてたら、そう、その着物の歴史の流れから見て、ひろみさんと思う洋服と着物の一番の違いって何だと思いますか？まあ私洋裁学校へ行ってたので着物も着られるから、うん、洋服も和服もよく両方知ってらっしゃるから、そうそうそう、行ってみたいと思って、はい、一番の違いは小さい子が得をする。ああ、確かに、うん、そう、洋服は一つも得しない、小さい子はないですね。うん、まあ、生地も少ないのに、あの決定的だったのがブラックフォーマル喪服をその若い時に買った時にね、急だったのよね。
必要になって、うん、それで買わなきゃってなって、まあ、お金のない時で、うん、まあ、1万円ぐらいであるだろうと思って、ワンピースの中黒いのならと思って、うん、だから9号、11号、13号あるの。ああ。安いコーナーで。うん、7号はないの。あないです。7と5は高いコーナーの。高いコーナー。7と5だけめっちゃ違うコーナーにされとって。もうなんか、ね、最低価格3万円からな、もうなんないよ、これっていう。何もつなぐのはわかるとこだね、これ。うん、もうなんか本当に、もう全然、なんか、なんていうのかな、得がないっていうか、私が洋裁を しだしたのも、自分がちびすぎて、で、あの、大人っぽいスカートとか欲しくって、もう、子供サイズしかなくて、あ、うん、じゃあ作ろうってとこから入ったっていう。ああ、なるほど。うん。確かに。そうなの。そう。か。そう。竹とかが全然違うんですよね。全然違うの。タイトスカートが膝上にならん問題が出てくるあの、なんか、昔の人みたいな、ふくらはぎの真ん中ぐらいまで来たりするんですよね、タイトスカートが。飛ばすのお姉さんになっちゃう。そうなんですよ。めっちゃわかります、それは。タイトスカート。なる、そうそうそう、あとなんだっけ、七分袖が長袖になるの。そう、七分袖も長袖になるし、そう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 、だからなんかこうボートネックの襟とかだったら絶対ブラジャー丸見えみたいな、そうか、見えちゃうしそうそうそう、パンツの裾上げをしたらパンツの形が別物になってくる時とか、なるなるなるうん、そっかそっか、そう、あ、確かに言われるまで気がつかなかったけど、確かに着物は小さい方が圧倒的に得しますね。そう、リサイクルが選び放題っていうのがあって、うん、最初本当にお金のない時からスタートしたから、うん、もうブカブカでサイズ合わなくてそんなにあったかくもないユニクロの服を買うぐらいなら、ウールの着物を買った方が絶対あったかいじゃんっていう。確かに。あったかい。うん。確かにそれはありますね。そっかそっか。うん。なんか、意外な答えだけど、確かにそうなんだなって思った。ああ、清美さんは本当洋裁やられるから特に如実にわかるんだと思います。絶対そうって思った。着物だと反物が決まってるから、うん、小さい分余り布も出るよね。まあ、縫い込んでもいいわけだけど。あとその、そう、そうなのよ。だから、おあつらいをするようになって、普段着物をね、やっぱ、木綿とか、綿麻とか、単幅ってあるじゃない ?30 何センチ幅と、キングサイズの40センチ幅とあったら、やっぱ背の高い人って、キングサイズで選ばなきゃいけないんだけど、うん、もう背の低い人は、もう全部選べるの。そうですね。そうだね。大きい単物でも別に、ね、仕立てることできるもんね。嫌だったら切ってもらえばいいし、継ぐなんて必要ないし、そう、そこは全く考えなくていいですね。そう、だから古く2段買わないと作れないとかっていうこともあるとか言いますけど、そうそうそう、それだから本当に古い久留米がすりとかも可愛い単物、あれ単幅狭いのよね。もう狭いですね。うん、あれとかも全然いけるから、もう選び放題じゃん私みたいな。あまり考えないでこう選べますよね。これ足りないとか、そうそうそう、考えなくていいですね。なんか洋服だったら、まずこっからここまで着れない、うん、まず自分のサイズ探すのが大変で、すごいいっぱいあるんだけど、選べれるのってすごいちょっとしかないんだけど、じゃあ着物をあつらいしましょう、好きな木綿の反物どうしますかって言ったら、もう全部選べれるっていう。あー、確かにすげえ幸せって。そうですよね。確かに。確かに。洋服ってすぐ買えるように見えても、自分のサイズの売り場って本当に限られてますもんね、ちょこっとだけ。探すのがめちゃめちゃめんどくさいから、もう。うん、気に入ったのあったと思っても、サイズなかったらアウトだから。ね、SS サイズはありません、うん、みたいなね。そう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 。まあ、ズボーンって、若い時なんてもっと痩せてたから本当にズボーって抜けちゃったりとか。ああ、うん、そっか、もう本当に清美さんは細いから着るものはめちゃくちゃ困ったでしょうね。困っ
だね、その20代後半で少し太った頃やっと普通のサイズのズボン履けたかなぐらいだったけど、またパン屋で激痩せしちゃったので働きすぎて、あその時もう本当に服ズボンがないっていう、ああもうベルトで無理やり止めるみたいな生活で、ね、そうでベルトもないのよなかなか、あそっか穴がないんだ、穴が開けないとそっか、大変、そう、だから帯楽だったんですよ確かに帯だったらまあ余りが出るだけで全然どこでも締められるから、うん、そうで古い帯の短いのとかウェルカムみたいなその方がいいっていうじゃあ今の帯は逆に長すぎて不便とか、そうそうそう、今の新品が買えなくてすごい欲求不満みたいなところがあって、幅も広くなっちゃったじゃん、そうですね、そうですね、やっと新品買えるようになったのに買えないじゃんみたいなそうで私ですら17センチとかは正直いらないですもん、うんうん、ちょっと胸使えるよね、苦しい、ここで打ってなる、そうそうそう、だからもう行く先々で15センチをって言ってせめて16センチまででお願いしますみたいな、そうそうそう、せめて16センチって言って、そう17センチってだって幅出しした袋帯ぐらいの、うん、そう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 、幅出ししたければずらせばいいじゃん帯を、うん、もともと広かったら折らなきゃいけないしっていうのもあって、うん、折ったらごっつごつになりますよね、うん、帯なるなる、痛むしね、清美さんと私は袋帯でちょっと気持ち幅出ししても17までは多分ならないですねならない日常的にならないですね身長150センチぐらい？今150ぐらいですかね、私。あ、じゃあ私より5センチ低いね。あ、もう全部が着れるサイズだ。すべてが着れますね。すべてが着れるよね。そう。ちょっとね、身幅が足りなくなってきてるんですけど。ちょっとずつ成長しだした。そう、横に成長しだしてまして。大丈夫だよ。出せるから。ここに隠れてるから。もうここちぎって出しちゃえばよ、ビューンって。大丈夫だよ。なるほど。うん、か、いや、清美さんならではの視点でしたね。そうだね。新鮮。うん、新鮮。でも本当にその通りだと思う。本当にその通り。いや、目から鱗でした。いや、私の時代だって思ったもん。確かに。なやちゃんも相当共感できるポイントだよね。相当だね。あとあれじゃない、プレタの雪長すぎて無理問題、うん、あ、プレタ雪長すぎて無理、そうそう、プレタは難しい、日陰も長すぎる問題起こってるよね、うん、なるちゃんは、そうですね、着づらいんですよね、逆にね、プレタの方、うん、だからあのちびっこはプレタ買わない方がいいよね、そうですね、リサイクルで探した方が、うん、そうそう、リサイクルで探して、で、あのお金貯めて、あのおあつらいした方が絶対、うん、確かに、そっち下にプレッタの中途半端に高いのは買う必要ないかなって、1日2万円くらいの、あ、そんなのはもう絶対手を出してはいけないゾーンな気がするなるほど、そう、あのベルトつながりで帯を毎日そうし続けるコツを知りたいです、あと帯を私も帯をしたくないっていう気持ちだけでね、する日があるので、本当毎日帯をするのが尊敬しかない。そうね、清美さんは必ず毎日締めてらっしゃる。してるね、してるね、帯。うん。まあ腰が悪いっていうのもあって、ああ、もう必要なものみたいな。そう、姿勢を保つためにしてるっていうのもあるんだけど、もう。なんだろう、帯を締めれないぐらい暑かったら着物着ないでおこうかなみたいな感じかな。ああ、着物と帯はもうセットみたいな感じみたいな。なんかその私の好きな着姿がこういう帯があって、うん、っていう帯締めをしてっていう着姿が私の好きな着姿。なるほど。そう。で、自分の好きな着姿でいたい。うーん、のと多分あと自分の実家があの店舗兼住宅の床屋だったっていうのも理由があるかもしれない。ああ、もうちょっと下降りたらお客さんがいるみたいな。そうそうそう、
だってトイレ行こうとしたら、うん、のれんあってそこお客さんだから。ああ、さ、ちょっと変な格好では行けないみたいな。そうそうそう、そう。だから、なんか、幼い頃から女二人兄弟だったし、あの、お客さんは床屋だから男の方だから、だから、あの、みっともない格好はしてたらダメよ、家の中でも。だったらずっと2階にいなさいっていう感じだったから、家の中でも下に降りるんだったらもうちゃんと服に着替えなさいっていう。簡単に言うと部屋着でうろうろするような感じではなかったんですね。そう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 、だから部屋着がなかったの。あ、お外に行く格好と、うん、とパジャマみたいな。パジャマしかないから、うん、だから多分今も部屋着っていうカテゴリーが頭の中にないというか。でも私、子供の頃とかもそうだったかもしれないですね。部屋着はなくて、うん、お母さんが家事をしたり掃除するときに汚れてもいい格好はしてたけど、うん、的にはそうだったかもしれないですね。部屋着って割と最近の概念かもしれないですね。なんかね、昔は勝手にご近所さんが急に来たりしたから、なんか、やっぱり、誰が来てもみっともなくない格好をしなさいっていうのはある程度の年齢来ると言われる。そうですね。急にお茶が入れたりとかね、本当に急になんかお裾分け持ってきてくださったりっていう。そうそうそう。そうそうそう。回覧板持ってきたついでにお茶してそのままなんかみたいな、そんなにやがいて。確かに、それはあるかもしれないですね。ああ、なるほど。多分育ちなんじゃないかなと思う。うん。病っていうのはあるかもしれない。そうですね。それは大きいかも。元々の生活スタイルっていうのは大きいかもしれないですね。うん、だからちょっとその、あの、なんだろう、マンションで、うん、サラリーマンのお家とはちょっと違うんじゃろう、だろうなとは思う、なんか。ああ、確かに。やっぱりいろんな人が来るところに、なんか、子供の時から、なんかプライベートだけどプライベートじゃないみたいな生活してるから、ある程度ちゃんとした格好をしとくっていう。なるほど。あー、そっか。帯をし続けるコツは常に人が訪ねてくるかと思うこと。なるほど。家を店にすればいい。そう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 。塾でも開くか。塾を開く。よく塾を開くっていう答えになるって。まずいよね。さすがに塾の先生だったら帯ないとまずいかなっていう意識はある、うん、私でも、うんね、そう。だからなんか冬場とか、なんか逆に帯しないでっていう時に上っ張りで隠したりとか、うんうん、そうですね、それはよく使いますね、うん、道行きとかで、うん、そう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 。だからまあ夏は、あの、暑かったらなるべく、本当に、だから帯周りはすごい涼しくするようには心がけて。うんうん。そうですね。そうですよね。重なりどうしても増えますしね。そうそうそう。あとはなんか年々緩く締めれるようになってきて。ああ。同じ帯でも暑く感じなくなってきたっていうのはある。それはね、多分すごいコツなんだと思います。うん、ここギュッと締めちゃうとね。うん、通風性がゼロになっちゃうんで。そう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 。だから本当になんかね、あの、スマホとかは帯の中に入れると下に落ちちゃうのね。もう本当に。わかる。でも私もそれよくある。ある。うん。へぇー。ここにしか絶対入れれない。もう帯に入れるとそのままストーンっていっちゃうから。でもここに入れるとおはしょりに入っちゃうんだよね。そっか、伊達締めとかでも。あの、締めてるわけじゃないから。そうそうそう、縦締めも締めてないから、そのままシューって場所に入って、あらららら、みたいな。ひまみさんの領域まで行くと、本当に夏着られるんでしょうね、おそらく。多分ね、そうだと思う。若い時は暑くて締めれなかった。やっぱり、あの、帯が落ちると思って心配で、結構しっかり締めてたし、うん、また汗もかいてただろうし、若い時の方が。あ、年齢もあると思う。あ、なんか道具よりも締め加減なのかなっていう方が、うん、それは思う思う。確かにだよね。うん、私ももうちょっと縦締め緩くてもいいのかなっていうような気もする、うん、自分で着てて、うん、もう夏は本当縦締めは装飾品みたいな、なんて言ったらいいのかな。あの、帯に汗が映らないためだけにつけてるっていう。緩衝材ぐらいの。そうそう。なんか、多分、
あのね、巻いてる力的には包帯を巻いてるぐらいの